コラシオ・ラミレスは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、ロサンゼルス軍カーソン出身のプロ野球選手。左投げ左だ。メキシカンリーグのティフ・アナ・ブルズ所属。1997年の MLB ドラフト5巡目で、アトランタ・ブレーブスから指名され、プロ入り。2003年4月2日にメジャーデビュー。この年は規定投球回に到達して12勝を挙げた。 2006年12月6日に、ラファエル・ソリアーノとのトレードで、シアトル・マリナーズへ移籍した。その後、カンザス・シティ・ロイヤルズ、シカゴ・ホワイトソックス、2010年以降は、マイナー・球団や、ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイム、韓国プロ野球のキア・タイガースなどを渡り歩き、2013年に一度、引退する。2014年には、ブレーブスのアシスタントコーチとなり、2年間務めた。 2016年メキシカンリーグのティフアナブルズで現役復帰した。2019WBSC プレミア12にメキシコ代表として出場している。2020年はメキシカンリーグが開幕しなかったため当番はなかった。ありがとうございます。